こんにちは。脱サラして自由な金持ちへの先導者、品川浩平です。今日は、ヤフーオークションの使い方の基礎編ですね。登録の仕方、アカウントの作り方、そして、商品の出品の仕方についてお話ししていきます。よろしくお願いします。で、ヤフーオークションですね。まずは、Google とかで、ヤフオクとかって検索すると、このページに来ると思います。スマホでもできるんですけど、ビジネスで使う場合はですね、説明文とか写真とか、ちょっとこだわっていかないと、ゆくゆくはいかなくなりますんで、パソコンを使って、説明していきます。要所要所でスマホでやるっていうのも将来的には OK だと思うんですけど、まずはパソコンでやりましょう。これはですね、すみません、Yahoo でしたね。で、Yahoo 置くっていうボタンがこちらにありますんで、ここに入っていきます。これ見づらいな、これ。こんな感じでいきましょう。はい。で、まず、ログインとかってボタンありますけど、今の時点でこれは、アカウントがないっていう状態ですね。その場合、新しく作っていく必要がありますんで、そこからやっていきます。新規取得。こちらのボタンをクリックします。はい。で、メールアドレス、ID、パスワードとかこういうものも入れていきますね。どうしようかな。ID ですね。ID は、なんか適当にこれは入れるんですけど、これでいいや。なんか勝手に割り当てられたのがあるんですけど、パスワードですね。こちらもなんか入れます。入れていきますね。ここで、今、生年月日とか T カードとかっていうのも、入力していったんですけど、つい夢中になって無言でやってしまいました。最後ですね、この、画像で書かれた文字を入力するんですね。フージャパン ID を登録できるかな。できましたね。T ポイント利用手続きっていうことで持っている。ちょっとめんどくさいけどもやりますか。やっぱりやめましょう。これ後でしましょうね。はい、メールに添付された確認コードを入力してください。メールに、メールが来てるんですね。これ確認します。来てるかな。コピペしましたね。さっき登録したメールアドレスに届いた、コードを入力して、次へをクリックします。メールアドレスと ID が追加されました。お支払い情報ですね。これは、入金とかそういうのを入れていくんで、
こちらも登録しといた方がいいと思います。名前とかそういうのですね。もう入ってるな、ある程度。お支払いはクレジット。はい、できましたね。はい。2ヶ月無料とかなんかそういうのありますけど、まあ、とりあえず、サービスに戻ります。そうするとですね、新しいアカウントができて、できました。これで OK ですね。で、まだこれ使ってないですから、ヤフオクでなんかちょっと見てみますと、なんかいいかな。まあ適当にこの辺をちょっと見てみて。まあこれで、入札とか多分できるようになると思うんですけど、できるかな？でき、確認する。できるっぽいですね。なので、これで OK かと思います。以上、Yahoo オークションへの登録方法について解説しました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。